ッスルの練習日できてます。明日ドルストマッスルの決勝日、マッスルクラスですね。はい、今日は練習日なので全員じゃないけど集まってます。タービンがついております。はい、ドラシャが破れまして今メンテ中。はい、今日はお久しぶりのマゼサーキットで走っております。朝からちょっとね曇り空なんですけど、でもちょっとパラッとしたかな雨がね。でもウェット路面ではなくほぼドライ路面で走れてます。まあ、前半ちょこっと転がし程度で、走らせました。まあね、今回本当にシェイクダウンなんで、まあ、タービン変えて、タービンがね、GTX3071R、まあ、風速を上げればね、450、500とか、タービン、まあ、今回はね、ノーマルエンジンなので、まあ、ブーストも 1.2 から2.5、まあね、400ちょろぐらいなのかな。で、コンピューターもリンク。コンピューターに変えました。はい、なので前回の RS タービンよりは音もねちょっとね迫力出たし、馬力もなんかね上がった様子です。まあ本人に分かるぐらいなんで結構変わってると思います。はい、パッと走らせた割には走れたんでね、明日の決勝日は、期待できそう。いつもよりねちょっとね安心、はい、まあ、頑張ってもらいましょう。ドラミ、ずらせてもらうなり、タイミングを聞いていただければ。現状、マスク皆さんは2階の2段目の山沿いにいらっしゃる方がここだと思いますので、大きな問題はないと思うんですが、ちょっとパドックが狭いと思うんですね。小さなお子様等もですね、中歩いてたりしますので、必ずパドック内については、ちょっと先ほどちょっと、質問がありましたけれども、まあ、バイクなど、ちょっと移動に便利なものを使ってもいいですかって話がありましたが、基本的には、ルール上、こちらで何か制限するわけではないので、使ってもらっても大丈夫です。ただ安全運転で、お願いします。で、マッスルクラスの方は特に、タイヤ交換など、今回タイヤサービスです、下段にありますので、もう坂道のタイヤの運び方、そこだけは本当に十分注意していただいて、決して一人で坂道を、タイヤを積んだ状態で行かないように、必ず2人以上でですね、支え合っていきたいと思いますので、必ず予選につきましては、単走2本です。で、チャレンジビギナーは決勝単走2本ということになっておりますので、マッスルクラス、チャレンジビギナークラス、どちらも単走が2本です。で、ピットロード並んでいただきまして、じゃあスタートの合図でコース入ります。入ったらコースインウォームアップです。コースインしてスタート地点に着いたらもうそこから1本目ですから、スタート地点に着くまでにタイヤを温めてください。はい、まあ、非常にまず長いので、しっかりとタイヤを温められるんですが、ここで1点、皆さんに注意があります。タイヤのウォームアップっていろいろ人によってやり方が違います。
スピードを出してブレーキを急ブレーキを踏んで、ブレーキから熱を入れる人、単純にハンドルを切って表面から熱を入れる人、人によって速度が違うので必ず接触をしないように、突然急ブレーキ踏んだりしますから、ある程度の感覚を持ってしっかりとタイヤウォームアップをしてください。はい、それではここからですね、審査ポイントについて説明をさせていただきますのでご紹介させてください。本日の審査、審判委員長ですね、土屋圭一さんです。皆さんお願いします。そして、ジャスから、審査などいたしまして田塚さんです。そしてドロップ回すの技術平賀です。それでは、この後ですね、チャレンジビギナークラスの練習走行もありますので、まずチャレンジビギナーに対しての審査ポイントを土屋克さんから説明していただきます。それでは土屋さんお願いします。おはようございます。おはようございます。初めての人いる？一人いるな。審査基準としては、7コーナーここから、審査席から見て7、8、まあ7番ポストから次の 20R ヘアピンまでっていうのはあんまりね、見えない。だからこの辺は適当でいいよ。ただ、あまりにもやる気がない7番ポストから出てきてやる気のないやつはここで一定引かれるから気をつけるよ。7番から出てきて、もうここから審査は始まってますけれども、明らかにここで、カウンター、デッドボレットとかアンダー出したとか、まあ、この辺はよくわかんないんだけども、振られで判断するから、ここは。で、次に関しては、クリップに関して、全て振って繰り返した状態でクリップを過ぎる、ここも一緒で、最終はケツがアウト側の縁石、乗っても乗らなくてもいいんだけど、縁石いっぱいなら入ってくれば問題なし。で、クリップに関してはこれ奥なんだけど、このクリップは、車速が高かった場合 1.5m ぐらい外しても減点にはしない。なんか質問ある？まあ、チャレンジビギナーですよ。チャレンジビギナー7台今回いますけど、で、今のが、まあ、大雑把なラインなんだけど、一番気をつけなきゃいけないのはチャレンジでもう最終コーナーのクリップ過ぎたらやめちゃうとかね、きっちりアウトいっぱいまで、左アウトいっぱいまで行ったところで終了っていうことだから、チャレンジの人ってね、大体最終終わったらなんかやめちゃって内側に入っちゃったりするから、その辺気をつけて。そのくらいかな。あとはね、チャレンジに関しては本当に厳しい採点はしてないんで、かなり多めに取ってます。ですのであんまり心配する必要ないんじゃない。チャレンジに関しては自分が楽しむこと。で、その走りに対してこれが何点ですよっていうだけの話だから、伸び伸び走るのが一番いいんじゃないかな。以上。はい。チャレンジの方、何か今の審査ポイントというか何か質問ありますか？はい、ですね。はい、はい、はい、それではここからはマッスルクラス、今回どうしてしまったんでしょうか。30代のエントリーがありますので、ぜひ頑張って、このままで1個も絶対多いですよね。なので気合を入れて、頑張っていただきたいと思います。それでは土屋さん、今度はマッスルお願いします。マッスルは厳しいよ。もう7番落ちてくるところから引くからね。スタートした時がレーススタートだから、だからここをスタートしました、だらだら降りてきましたっていうだけでも一定引くからね。それでヘアピンに関してもちょっとでも触れたらこれ 0.1 から 0.5 は引くからね。基本は乾燥の予選だから、クリップ取って、まあクリップ取らなくてもバレねえなこれは。アウトいっぱいまで来る。アウトいっぱいまで来てからミドルアウトから振り返しても、アウトいっぱいから振り返してもこの1個目に関しては減点は取らない。その車の特性があるから、パワーと、そこからミドルアウト、クリップはしっかり取ると、次もクリップはしっかり取る、これに関しても、クリップ取った後アウト側の縁石で確実にギアタイヤが乗ってるっていうこと、100点はね。そこからアプローチしていって、車速の高いものに関してはクリップを 1.5m 外しても減点とはしない。で、アウトいっぱいの縁石で左のケツが乗った時点で終了ということです。何か質問は？
ない以上ないないですね。多分今質問が思い浮かばないんで終わったんでしょうね、ちょっとね。大丈夫ですか。そうかバッチリ初めていねえだろ。いないですね。ほらさすが大丈夫だよ全然。はい、じゃあ全然大丈夫大丈夫ですね。はい、ヘアピンと S 字コーナーのインカットってどのくらいまでってインカット単装に関してはいいよ、その振られなきゃ、うん、水槽の場合線香が後ろに迷惑をかけるようなその遠赤の使い方は減点するけどね。もうだからまずドリフトっていうのは目で見てどうかっていう、単装でも水槽でも目で見た時の点数がどうか、かっこいいドリフトなのかそれが速いのか、角度もナックルに頼ったドリフトなのかドライバーの技術のドリフトなのかっていう、だからそんなに気にする必要ないと思う単走はね。ただ遠赤に乗った時に着地で振られるからそこで減点取られないようにした方がいいんじゃない。他には大丈夫ですか。ない。まあ、今の遠赤 の S 字のカットの件ですけど、基本的に土屋さんってアグレッシブな走りに対して遠赤を乗り上げたりする、全体的なバランスの中で遠赤を乗り上げたものに対しては減点はしないんですけど、圧倒的に遅いのに遠赤カットとかしてくるとなんじゃあれやって話になるんで、そこだけ基本的には全体のバランスを見てもう止まれないぐらいのスピードで来てそれを強引に持ってったりっていうのはもう全然 OK なんですけど、そうじゃない場合についてはがっつり減点されるんでそこだけよく理解をしてほしい。レースでもいるだろう、その遠赤の使い方が下手なバカ遠赤に乗ったらボヨンボヨン跳ねてるような GT でもいるよな、そういうバカなやつ。だから遠赤の乗り方ってこうちゃんと G がアウト側にかかってればイン側のタイヤって跳ね返されないんだよ。だから美しい乗り方ってある、それはこう感心しちゃうから加点しちゃうかもな、うん、特にまずで言うと最後の最終コーナーの返すときあそこの遠赤の使い方は多分相当みんな変わってくると思います。はい、最終コーナー審査席に向かって飛ばした後にアウトいっぱいのところに遠赤がそこから出てくるんですけど、うん、あそこはタイヤ1本とか結構頑張っちゃうと落ちる時があるんですけど、そこら辺の頑張り具合で減点しないとかってやっぱあるんですか。落ちたら減点だろうな。あそこアウト側からアプローチするときにアウト側でケツが落ちると絶対砂利飛ぶんだよ。であそこで見てる人に石が飛ぶはい、落ちません。1点以上は引かれると思うんだよ、はい、他に、はい、大丈夫以上かな。何よお前、うんうん、なずいてニヤニヤしてんだよ。パーフェクトです。何がパーフェクト説明が上手本当に。お前今月出るのか。はい、不安へ出れないです。出ないの。土屋さんは審査員しないですよね。しないよ。出ないですお前さんざん出てて調子のいいやつ。ちなみに最後補足させてください。スタート地点に行きますと3本パイロンがもう追走用に立ってます。単走のスタートは右側を使用してください。単走のスタートは右側を使用お願いいたします。で基本的にスターター、赤いシャツを着たスタッフがいますので、まあ、何かトラブルがあったりコース上何かあるよという情報につきましては、スタッフに言っていただければこちらで対応できますので、スタッフも有効に使っていただきたいと思います。それでは、その他質問大丈夫ですね。はい、それでは、過去最大数ですので、うん、ぜひ皆さん頑張ってベスト16を目指していただきたいと思います。以上でドライバーズオブイニングの終了です。皆さん頑張ってください、はい、高すぎっす。高すぎ。誰が。フロントガラス。はい。
バナーの、え、バナー貼ってないんじゃない？バナーは、はい、バナー。何？最高ですね。ございます。ね。ありがとうございます。おお、素晴らしい。どうするか。いる？あ、欲しいっす、欲しいっす、欲しいっす。いやー、今日は暑いね。暑い。いやー、審査席、土屋さん向いたね。だいぶ振り返しとか良かったね。ねえ、いい時だったね。これが本番で出ればいいね。そうね。ちゃんと口でこううまいこと頼むよ。頑張ってもね、あの殿がね。最後訂正で殿だからね。そうね。もう後押し頼むよ。そうだよ。俺追い風送ってんだけどさ、跳ね返されるんだよ、ね、余裕で。ね